11月4日の雲南地区通信をお送りしています。議会の麻痺がアメリカを機能不全の超大国にする今日は初日ですね。ウクライナとイスラエルでの戦争、そして台湾をめぐる戦争のリスクがアメリカの持続力を試す。ペンシルバニア州スクラントン陸軍弾薬工場に保管され出荷を待つ砲弾。そう、今日初日ですね。編集部中、下院議員候補として党の指名を勝ち取った共和党のスティーブ・スカリーズ下院議員は、共和党の幅広い支持を得られなかったため出馬を辞退した。第56代現下院議長はルイジアナ州選出の共和党議員マイク・ジョンソンとなった。共和党と民主党の大統領に仕えた元国務長官のロバート・ゲイツは最近暗い警告を発した。アメリカは中国、ロシア、イラン、北朝鮮の自悪な同盟に直面しているが、守備一貫した対応を取ることができない。機能不全がアメリカのパワーを不安定で信頼できないものにしており、事実上リスクを犯しやすい独裁者たちに危険な賭けをさせ、破滅的な結果を招きかねないと、彼はフォーリンアフェアーズに書いている。その翌日、議会は彼の正しさを証明したかのようだった。政府閉鎖の瀬戸際で踊っていた議員たちは9月30日、さらに45日間連邦政府を存続させるための暫定予算を採択した。ウクライナへの軍事経済援助は少なくとも一時的に停止された。また台湾をめぐる戦争の懸念にもかかわらず、国防総省の新たな計画も保留されている。イスラエルもまた10月7日のテロリストの猛攻撃で1200人以上が死亡した後、ハマスに反撃するためにアメリカの助けを求めている。少なくとも22人のアメリカ人が死亡し、未知の人数が一人一人となっている。今日初日ですね。で、これ結局下院議長はルイジアナ州のマイク・ジョンソンになったんですけれども、要するにそのまあ結局アメリカの議会が機能不全に陥って困ったなということと、それから暫定予算を45日間暫定予算を決めたわけですけれども、ウクライナでの軍事経済援助は一時棚上げされ、台湾についてもストップしている。そしてこのイスラエルのテロリスト、テロの攻撃っていうけど、病院の爆破だと思いますけど、本当のことは分かんないんですよね。でいっぱい1200人も亡くなったんですけども、まあ、そういう事態もあるけども、それに対してアメリカの国内の対応が連邦議会のがはかばかしくないためにとっと待っていて困ったなという話ですね。